それでは今回はこれで金持ちになれなければ一生貧乏でいるしかない自分の恩について解説したいと思います。お金持ちになるための秘訣10個について解説します。1個目、難しいと思ったら負け。僕は昔年収1億円の方にこういったことを習いました。年収が決まるのは心理学が 80%、一度でも月に100万円を稼いだことのある人だったら新しい分野でまた100万円稼ぐことは可能だとその方は言っていました。なぜかっていうと脳が覚えているからです。そうすると思考が行動を生み出します。それが習慣になっていくと実績、つまり結果を生み出します。だからスタートの思考がとても大事です。思考、行動、習慣、結果、この積み重ねが成功へと導いていきます。何事もまず自分には簡単にできると思うことが必要です。難しいからできないかもしれないと考えたらダメです。そう考えたら絶対に成功できないです。思考は現実化するっていう本があります。この本のタイトル通り考えたことは現実になります。これは本当です。年収3000万円以上の人っていうのは1000人に2人だと言われています。皆さんこれを聞いてどう思いますか？ 0.2% か。それは難しいな、厳しいな、そう思ってしまったら到達するのは難しいです。思考が難しいと思ったら難しくなるってことです。必ず難しいと思ったらダメです。簡単だって思うことです。1000人中2人しかいないのか、じゃあ自分は無理だって思うんではなくて、自分は1000人中998人が諦めてしまうことをただやればいいんだ、できるかもしんない、できるな俺は、このように考えることです。皆さんがもしお金持ちになりたいと思うんであれば簡単だと思ってください。思い込みでいいんです。根拠なんかなくていいです。難しいと思ったら負けです。2個目、差を認め自分に足りないものを徹底的にリサーチするです。目標達成っていうのは実はめちゃめちゃ簡単です。成功している人と今の自分の間にある差を知ることです。何が違うのか考えることです。うまくいく人とうまくいかない人の間には必ず何かしらの差があります。僕が昔成功者になりたいと思った時に分析した結果、一つの差が分かりました。それは早起きだってことです。成功している人は早くから行動しています。当時自分はその時8時に起きていました。成功者は5時に起きている。その事実っていろんな本に書かれています。たった3時間しかって思うかもしれないですけど、3時間かける30日、1ヶ月で90時間です。1年で1080時間です。もし1080時間勉強していたらどれだけ差がつくと思いますか？僕はそれ以降朝6時に起きて夜の24時まで勉強することにしました。差っていうのを明確に分かったんですよ。早起きしている、朝早くから勉強することが成功するために必要だと分かってからは僕は早起きをして勉強することにしました。その結果公認会計試験にも合格ができて起業することもできました。差っていうのは何なのか、例えば本を読むっていうのを一つの差だと思ってます。だから僕は1日2冊読むようにして、その2冊のアウトプット動画っていうのを撮ってます。やっぱ成功している人っていうのは早起きで本を読んでいる。このように全ての差を明確にすることです。まずは自分が憧れる人だったり達成したい目標がある人と今の自分の差を認めることです。そして差が分かるんであればその差を埋めるように行動することです。続いて3個目、知っているとできるには知識の違いがあるです。皆さんはできる人にならなきゃいけないです。知っているだけっていうのは全く意味ないです。知っている人と実際にできる人の間には実は5段階のレベルの差があります。それをしっかりと理解してほしいです。1つ目が知っているかどうかです。2つ目が理解しているかどうかです。3つ目がやったことがあるかどうかです。4つ目ができるかできないかです。5つ目が教えたことがあるのかないかです。まだ知っているだけの人は深く理解するために勉強することです。そして理解している人はまずはやってみることです。知っているだけ理解しているだけではダメです。行動からしか結果っていうのは出ないんで、まずはやってみることです。そしてやるんであればできるまでやり続けることです。やっただけでできてなかったらダメです。できないんではなくてできるようになる。できるようになったら周りに教えることです。教えるのが一番伸びる方法です。だから僕は本を読んだら必ず人に教えるようにしてます。この5段階のレベルをしっかりと理解して自分は今どの段階にいるのか、どんどん次のステップに進むことをお勧めします。4個目、年収3000万以上を達成するには3つの方法しかないです。しっかりと理解して達成したい方っていうのはそれぞれどれがいいのか考えて行動することをお勧めします。1つ目が組織の中で高級を得る、2つ目が起業する、3つ目が投資家になるです。組織の中で高級を得るためには
どの会社に所属しているのかっていうのが非常に重要です。外資系の金融企業であれば年収3000万狙えます。保険のトップセールスマンでも狙える会社っていうのはあると思います。今自分の会社の上司とかを見て年収が3000万円以上狙えるかどうか、狙えないんであれば転職するしかないです。この本っていうのはお金持ちになるための本なんで、いやお金が全てじゃないって方は参考にしなくていいです。ではもし自分が3000万円以上達成するためにはどうしたらいいのか、今の組織の中にいるのか、起業するのか、投資家になるのか、しっかりと考えてほしいと思います。自分の場合は会計士をしながら20代で年収3000万を達成することはできないってことが分かりました。組織の中だったらできなかったので自分は起業しました。皆さんがもしお金持ちになりたいんであれば、今の場所に達成することができるのか、この場所だったら無理だって思うんであれば転職をするか、副業をするか、起業するか、自分で資産形成をするっていう投資をするのか、しっかりと考えてほしいと思います。続いて5個目、とにかく3ヶ月死に物狂いでやれです。僕は人生を変えるのは実は簡単だと思ってます。でも人生っていうのは一瞬では変わらないです。これは事実です。3ヶ月で人生を変えることはできないです。でも一瞬で人生の方向性を変えることはできます。人生っていうのは簡単に変わらないですけど、人生の方向性であれば簡単に変えることはできます。自分は高校生の時一流の大学に行きたいと思ってすぐ行くことはできなかったです。だから人生っていうのは一瞬では変わってないです。でも僕は人生の方向性っていうのは一瞬で変えました。この方向に行く、投資家になる、起業家になる、一流大学に行く、会計士になる、方向性だけは変えることはできます。皆さんは自分の人生の方向性って決めてますか？方向性だけは早く変えることができます。なのでまずは方向性を決めることです。そして方向を変えることができればいつか人生を変えることはできるってことです。まずは方向性を変えて3ヶ月死に物狂いでやるってことです。僕は結果を出す方法っていうのはシンプルだと思います。みんなが頑張っていない時にやるってことです。周りが遊んでいる時に頑張る、みんなが寝ている時に勉強する、みんなが起きている時は休み、このように真逆の行動をすることによって人と差をつけることができます。とにかく3ヶ月死に物狂いでやってほしいと思います。6個目、人生に必要な4つの時間です。4つの時間っていうのは最低限の時間、最低限必要なこと、やらざるを得ないことをやる時間です。寝るとか食べるとか働く、これらっていうのはやんなきゃいけないです。2つ目が目標達成のための時間です。今の自分を変えるためにやるべきことです。勉強する、副業する、起業する、転職活動をする、今後の人生の計画を立てるとかです。ここがメインです。ここに集中することです。これからお金持ちになりたい方は目標達成のための時間を最大限活用することです。3つ目が人生を楽しむための時間です。単純に楽しいこととかやりたいことをやるってことです。美味しいお酒を飲むとか、好きな音楽を聴くとか、ドライブに行くとか、これっていうのは僕は後から楽しめばいいものだと思っています。自分の目標を達成してから人生は楽しめばいいと思います。4つ目がやらなくていいことをする時間です。1日の中で無駄にしている時間ってありませんか？だらだらスマホとかテレビを見るとか、ゲームをするとか、2チャンネルに書き込むとか、このような時間っていうのは僕は無駄だと思っています。僕は20代の方に伝えたいのが、若い頃は苦労するってことです。やらなくていいことをする時間なんかなしでいいですし、人生っていうのは大人になって余裕が出てから楽しめばいいと思っています。続いて7個目、人間関係を2種類作るです。もし年収を上げたい、目標を達成したいんであれば、年収の高い人、先に目標を達成している人たちと仲良くなるのが一番効率のいい人間関係の作り方です。僕は人間関係っていうのは何か達成したいときに2つ持つようにしています。1つが今までの関係性です。もう1つっていうのが新世界です。自分の目標を達成している人と深く関わるってことです。皆さんがもしお金持ちになりたいんだったら、お金持ちの目標を作ることです。自分の目標を先に達成したことがある人との人脈をしっかりと作ってほしいと思います。8個目、人と会うことが最大の情報収集です。本から学んだり YouTube から学ぶっていうのはめちゃめちゃいいと思います。僕はそれはすごくおすすめしています。でも人から学ぶってこともめちゃめちゃ大事です。直接学ぶことで深い学びを得ることができます。じゃあどんな人から学ぶのか、ポイントは3つあります。1つ目が実績があるってことです。お金持ちになりたいんであれば、本当にその人がお金持ちかどうか、お金持ちと仲良くなるってことです。2つ目が周囲の人も評価が高いかどうか、その人に関わっている人はちゃんと結果が出ているのか、そのあたりをきちんとリサーチしてほしいと思います。3つ目、接点を作ることができるかです。その人の本を読めるかどうか、動画を見られるかどうか、直接会いに行けるのか、話せるのか、この3つの条件を満たす人から学んでほしいと思います。9個目、結果が出ない人はこんな人ですっていう話をしたいと思います。3つ特徴があります。お金をかけない、時間をかけない、努力をしないです。
逆に言うと結果が出る人っていうのはお金をかける、時間をかける、努力をするです。お金をかけない、時間をかけない、努力をしないっていうのは、僕はこれっていうのは人間がやりたくない3つだと思うんですよ。皆さん金かけたくないですよね、時間かけたくないですよね、努力したくないですよね。できるだけお金かけずに、時間かけずに、努力せずにお金持ちになりたいって多くの人が思ってるんですよ。だからみんな宝くじを買うわけです。僕はこれは真逆だと思ってます。僕は何かをやるときっていうのは必ずお金をかけるようにして、必ず時間もかけて、必ず努力をするようにしてます。なぜならみんながやらないことをやるのが一番結果が出る成功法則だからです。皆さんが何かを達成したいときっていうのは、みんながお金をかけたくない、時間をかけたくない、努力をしたくないっていうのを深く自覚して、お金をかける、時間をかける、努力をする、これらをしっかりとやってほしいと思います。10個目、どんな状況でもお金を生む3つの能力。僕はお金持ちになりたいときにこの3つを習いました。この3つを身につければ一生お金を稼ぐことができると言われました。一つがコピーライティングです。人間心理を深く理解して、言葉で読者の行動を変える能力です。自分は本を書くことによって、コピーライティングのスキルを磨いたいとか、ブログとかツイッターをやることをお勧めします。二つ目がパブリックスピーキングです。人間心理を深く理解して、話で視聴者の行動を変える能力です。プレゼン能力、コミュニケーション能力、営業力、話す力っていうのはめちゃめちゃ大事です。自分の場合は1日2冊本を読んで、その内容を解説することによって、パブリックスピーキングのスキルっていうのを磨いています。皆さんも人前で話す機会を増やすことをお勧めします。3つ目がマーケティングです。新しいお客さんを集めること、およびお客さんの満足度を高めて商品をリピートしてもらう能力です。自分はマーケティングっていうのは企業当初からやってます。ツイッターで文章を書いたりとか、 YouTube をやる、出版する、人を集めることっていうのはぜひやってほしいと思います。 SNS をやることをお勧めします。それではまとめいきたいと思います。1個目、難しいと思ったらダメです。皆さんは必ずできます。難しいと思ったら本当に難しくなります。何かやりたいことがあるんだったら自分はできる、簡単だよねと思うことです。2個目、差を認め、自分に足りないものを徹底的にリサーチするです。成功している人としていない人の間には必ず差があります。この差をまずは認めることです。そして差が分かったら、その差を埋めるように行動することです。例えば早起きをする、本を読むように、具体的にアクションプランを落とし込むことです。3個目、知っているとできるには5つのレベルの違いがあるです。知っているかどうか、理解しているかどうか、やったことがあるかどうか、できるのかどうか、教えたことがあるのか、自分の段階をしっかりと理解して、どんどん上にステップアップしていってほしいと思います。続いて、年収3000万以上を達成するには3つの方法しかないです。組織の中で高給を得る、起業する、投資家になる、自分はどのポジションで達成するのか理解して行動していってほしいと思います。続いて5個目、とにかく3ヶ月死に物狂いでやるです。人生っていうのは一瞬では変わらないです。でも一瞬で人生の方向性を変えることができます。方向性を変えたら3ヶ月死に物狂いでやることをお勧めします。続いて、人生に必要な4つの時間、最低限の時間、目標達成のための時間、人生を楽しむための時間、やらなくていいことをする時間、目標達成するための時間を確保してしっかりと行動することです。続いて7個目、人間関係を2種類作るです。もし目標を達成したいんであれば、目標をすでに達成している人との人間関係を作ることです。8個目、人と会うことが最大の情報収集です。どんな人から学べばいいのか、ポイントは3つあります。実績がある、周囲の人の評価が高い、接点を作ることができる、人から学ぶっていうのはめちゃめちゃ大事です。続いて9個目、結果が出ない人っていうのはお金をかけない、時間をかけない、努力をしないです。逆に言うと、結果が出る人っていうのはしっかりとお金を使う、時間を使う、努力をするってことです。この3つを使えば圧倒的な成果を出すことができます。最後10個目、どんな状況でもお金を生む3つの力、コピーライティング、パブリックスピーキング、マーケティング、 SNS をやることで文章を書く力を磨く、そしてプレゼン力を磨く、人を集めるスキルを養うことができます。 Twitter でもブログでもいいんで、何か始めることをお勧めします。僕はお金持ちの人にこのような質問をしたことがあります。なんで成功したんですか、なんでこれだけの資産を築くことができたんですか。みんなこう答えます。お金持ちになるために諦めずに常に行動することにしたと。この言葉を聞いて、そんなのお金持ちになった人だから言えることだとか、そんなの結果論に過ぎないと思う人もいると思うんですよ。でも事実はそうですよ。頭の中でいかに考えても行動しない限り、いつまで経ってもお金持ちにはなることはできないです。皆さんにアドバイスしたいことっていうのは、何でもいいからまずはこの本に書いてあることをすぐに実践するってことです。お金持ちになる人の最大のポイントっていうのは、諦めないことと行動することです。もし皆さんがお金持ちになりたいんだったら、ただ知るだけではなくて行動するってことを大事にしてほしいと思います。この動画見ていただいて、感想とか気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。